政府官言うのが遅れたな。よし、ああ、中間者は話しかけられない限り口を聞くんじゃ。これは間違いだ。俺はジェイコブリー、中間者じゃない。いや、お前は532の521だ。私のことはフェリス隊長。違う違う、俺は単なる貨物船のパイロットだ。アウターウェイに襲わぬ女、あいつが墜落させて副操縦士を殺した。どうでもいい、刑務所長の命令。噂をすれば、選択、人生におけるあらゆる選択が君をここに導いた。この瞬間に、この場所に、君に本当にふさわしい唯一の場所。ずっとかけていたあるものを見つけるために。すなわち君の、私はコール刑務所長。共に目的を見つけよう。ようこそブラックアイアン刑務所。サインが下りなさい。いつもゾクゾクす。着いたぞカーテン。中間者、今のは命令だぞ。間違いだ、俺は囚人じゃない。いいか、カリストが死んだ月と呼ばれているのは知っている。死だ。私があの残骸から引きずり出された。お前もそうなった。だが残念ながらお前はもう死んだも同然だ。だから過去は捨てろ。新たな、そんな、私の王国に。そんな、お前がしがみついてるのは過去の人生。捨てないとな。新しい人生は完全に私のもの。待て、任務。そいつを連れてけ。行くぞ。UJC 強制部門のブラックアイアン刑務所に収監されました。直ちに新規収監の処置を行ってください。よせ、やめろ。おめえ、待て待て、やめろ。収監者532の521、ドクター・ケイトリー・マーラーよ。 UJC 刑法412条によりコアデバイスをあなたに装着します。しかし生き残れる保証は。いいから準備して。何のデバイス？あのデバイス、いや、あの、お前医者だろ。そうよ。そして私は忠実に職務を果たすつもり。動かないで。事態が悪化するだけよ。ドクター、死んでしまいます。注入器を。
何かがおかしい。パイロットだろ。俺はここが長いから詳しいんだ。脱出計画もある。助けてくれたら俺も助けるぞ。これを使えばブリッジの向こうの制御室に入れる。そこから俺の看板を開けるんだ。俺はイライアスだ。ジェイコブ、なくすなよ。ジェイコブ、命がかかってるんだ。俺を置いてくなよ。反応しない。さっき何か見た。襲われたんだ。人には見えなかった。何の話だ。見間違いじゃない。いいか、混乱するのも無理ないが今がチャンスだ。何か見たならなおさらここを出るぞ。監視塔が見えるか。ああ、最初に向かう場所だ。そこだよ。どうやって。エレベーターがある。乗って次の階へ行け。また連絡する。分かった。
でもどうやって？フォアの双方向通信を有効にした。ここに長くいりゃ多少の小技は身につく。よし、そっちで合ってる。そのままその階のエレベーターを探せ。エレベーターがおかしい。降りてるぞ。上じゃなく。さあ、そいつは独房に向かってる。監視塔には行ける。遠回りだけだ。気をつけろ。下には本気でイカれた奴らがいる。
ベーターがあった。上に向かう。よし、回り道したのは正解だったかもな。医務室のすぐ先に武器の保管庫がある。ひどい。だが気をつけろ、警備ユニットが復旧してる。開けるには電力がいる。別のヒューズを探すか。
み成長でき、最も優れた自分になれ。天下は苦しいが必要なもの。武器の保管庫を探してる。よし、近づいてる。このまま進め。保管庫はすでに荒らされてた。残ってたのは警棒だけだ。スタンバトンだな。こいつは結構威力があるぞ。役に立つはずだ。いいか、監視塔はすぐそこだ。通り抜けたが誰もいなかった。安全なはずだ。向こうでな。